小高は日本海軍の水雷艇。艦名は小型の高類の総称を意味するイギリスヤーロー社建造。水雷艇の高揚性の低さを補うために当時の水雷艇が排水量50トン前後だったところを約200トンとし自力で襲撃地点まで進出できるような大きさとした。また機関部原則には厚さ一インチの軽い装甲も施し、 大水雷艇に用いられた商法に対抗した。艦首に、顕著な昇格を持つが、水船長を延長し船体抵抗を減らすためと、衝突時に、魚雷発射管の損傷を防ぐためと言われる。ヤーロー社では6隻の同系艇の建造を、予定していたが結局本艇1隻の建造に終わった。水雷艇誕生間もない時期の一種の施策と言える、艇である。 ヤーロー社で1888年10月10日に、春工。その後日本へ輸送され横須賀造船所で組み立てられた。完成後には公用性のテストを兼ねて、西日本各地を回っている。日清戦争では1895年2月5日に、第一停隊を率いて、イカエ港内に侵入、危縁転覆、遺縁、宝井か田撃沈の戦果を挙げた。日露戦争では、 老齢のため内地警備に従事している。1908年4月1日除籍、練習戦となり1916年3月1日、解約、同年5月8日に一旦敗戦となった。しかし、翌年2月9日に、雑役戦に復帰、小高丸と命名される。1920年7月1日に、小高に、改名。 1922年4月26日に、橋船に指定変更された。その後は1926年10月11日、廃線、翌1927年1月11日に、売却されたという。AB、日本海軍艦船名簿60ページ。世界の艦船によると、計画1300馬力、公使成績1217馬力。 日本駆逐艦物語では、単に1217馬力とだけある。世界の艦船によると、計画19ノット、講使成績17.835ノット。日本駆逐艦物語では、単に19ノットとだけある。日本駆逐艦物語では50トン。日本駆逐艦物語 P306 から307による。 世界の艦船日本海軍特務艦船史による。タッチ明治21年画像1、通る第128降角艦船に1万国新甲府寺を左の弱点付けし明治19年1月兵第3高タち不和座標中等、来年、猛春、千代田型、はじめ瓶、総流、摂津、うねびの8艦名及びその方数を示せす数字を、 三女すめいじ二十一年十一月五日、海軍大臣白尺、最後つぐみち新興府、あざかんめん法数 GQDL 立山立山霊、GQDM みつる玉万十四 g q d n 漢寿。漢寿四 g q d p 小高高麗、GQDR 第一進点、第一新点 AGQDS 第二進点、第二新点 AGQDT 第三進点、 第3新天霊 GQDV 第4新天第4新天霊ハット ABCD 連合艦隊軍艦命名電 P489 による日本駆逐艦物語 P252 ありがとうございます